見せる新宿。こういう能楽堂みたいな古典のものを大事にしているエリアがあって、町の中には芸者さんも歩いていらっしゃるし、そういう昔ながらの文化が今でも息づいている。新宿区自体はですね、神社仏閣の非常に多い区だと思ってます。新しいものと歴史ある伝統の文化が両方とも融合している、それがこの新宿区という場所なんではないかなと思ってます。